日本の棚田百選に選定されている日南市酒谷の坂本棚田では、ひまわりの花が見ごろを迎えています。5アールほどある石積みの棚田7枚に色鮮やかなひまわり。休耕地の有効利用で景観作物として5月26日にひまわりの種をまいたそうです。訪れた人たちに花の摘み取りも楽しんでもらおうと、棚田の保全活動と継承を行っている坂本棚田保存会のメンバーが棚田の一部を毎年この時期に開放しています。今年は鳥の被害や暑さなどの影響で一部出来が悪かったとのことですが、訪れた人たちはひまわりを鑑賞しながらハサミで丁寧に摘み取っていました。楽しかった。ものすごく綺麗で心が和みますね。職場に持って行って飾ります。天気もいいし綺麗にひまわりの色が生えてたので気持ちよかったです。玄関にデーンと飾りたいと思います。ひまわりの摘み取りは8月4日日曜日まで楽しめるそうです。